戦争レクイエム作品66は、イギリスの作曲家、ベンジャミン・ブリテンが1962年に発表した、還元落付き合唱作品である。テクストには、ラテン語によるカトリックの天霊文と、第一次世界大戦に従軍し25歳の若さで、戦死した、イギリスの詩人ウィルフレッド・オーウェンによる英語の詩が、使われており、第二次世界大戦におけるすべての国の犠牲者を、 追悼するとともに、戦争の不合理さを告発し世界の平和を願う作品となっている。3人の独唱者と、混声合唱及び自動合唱、大小二つのオーケストラにより演奏され、所要時間は約1時間25分。第1章レクイエムエテルナム、第2章ディエスイレ、第3章オッフェルトリウム、第4章サンクトゥス、第五章アニュースで。 第六章リベラメの6つの学章で構成されている。なお、第六章リベラメで使われている、ラテン語のテクスト、リベラメとインパラディスムは、それぞれ死者のためのミサが終わった後の射灯式と棺を墓地へ運ぶ時のためのものであり、本来はレクイエムの天霊文には含まれない。ウィルフレッド・オーウェン、戦争レクイエムの特徴は、天霊文とオーウェンの死を対比。 融合させ、カトリックの死者のためのミサの世界と現実的な世界を交錯させている点にある。応援は第一次世界大戦に従軍して戦争の現実を目の当たりにし、殺し殺される運命にある兵士の苦悩や事故の内面の葛藤を表現した詩人である。応援の詩作に対する姿勢は彼の詩集の序文に現れており、戦争レクイエムのスコアの扉ページには、 その一節が次のように引用されている。my subject is all, and the pity of all, the poetry is in the pity, all, a poet can do today is all. 私の死の主題は戦争であり、戦争の哀れさである。死はその哀れさの中にある。今日、詩人が成し得ることは、警告することだけである。戦争レクイエムの作曲にあたり、 ブリテンは、応援の作品から急編の詩を選び出し、ミサの天礼文と巧みに組み合わせて、テクストを構成した。例えば第二章、ディエス・イレにおいて、天礼文が、最後の審判のラッパに言及した後に、軍隊の小刀ラッパが登場する詩が置かれると、いったように、テクストは、緊密に結びつけられている。 ブリテンはこの作品における、応援の死の役割を、レクイエムの一種の注釈と説明しているが、第三章、オッフ,フェルトリウムにおいて聖書に出てくる逸話が、全く違う結末に置き換えられてしまうように、応援の死は、直前に置かれた、天礼文の内容を転覆し、あるいは戦争に対するキリスト教の態度そのものを、批判するかのように配置されており、二つのテクストは、 フィナーレ部分において融和するまで厳しく対立し続けている。また、独特なオーケストレーションにより、テクストだけでなく楽曲のテクスチュアも対比されるようになっている。演奏者は大きく3つのグループに分けられており、ソプラノ読書、混声合唱とオーケストラは、ラテン語の典礼文による歌と、その伴奏を担当し、テノール読書、 バリトン独唱と12名の奏者による室内オーケストラは応援の詩による歌とその伴奏を担当するようになっている。また、自動合唱とオルガンのグループはラテン語の典礼文を歌うが遠くに置かれ遠近感のある響きが得られるようになっている。なお、二つのグループが異なるテンポで演奏する場面もあり、ブリテン自身はこの曲の演奏には2名の指揮者が、 必要だと考えていた。このように、戦争レクイエムは、ラテン語と、英語、天霊文と、詩、レクイエムと、歌曲、オーケストラと室内楽など、様々な要素が対比され、テクストと音楽の両面において複雑で、多元的な構造を持つ新しいレクイエムの形式による作品となっている。ベンジャミン・ブリテン・ブリテンは、 生来優しく繊細な性格で暴力を嫌っており、作曲の師であるフランク・ブリッジからも平和主義の影響を受けていた。1935年には映画音楽の制作を通して詩人の W.H. オーデンと出会い信仰を深めるが、その影響で平和主義の傾向はさらに強固なものになった。オーデンの影響を強く受けていたオーデンは周囲の者に対して 応援の詩を読むことを熱心に進めており、ブリテンはこの頃に、オーデンを通じて、応援を理解する手がかりを得ていた可能性が考えられる。そのオーデンは1939年1月にアメリカ大陸に移住し、同年5月にはブリテンも、親友ピーター・ピアーズと共に、イギリスを離れ、カナダ・アメリカに向かった。同年9月には、第二次世界大戦が勃発し、 イギリスの友人からは帰国を促す手紙が届くが、ブリテンはさらに数年間アメリカに留まり続けた。アメリカ滞在中の1940年には日本政府の移植によりシンフォニア・ダレクイエム作品20を作曲しているが、この曲についてはブリテン自身が新聞に私が作品に込めようとしているのは私自身の反戦的心情のすべてだと寄稿しており、 平和主義的な内容や典礼文に基づく学章タイトルなど戦争レクイエムを予告する作品であると言える。その後、ホームシックになったブリテンは、ピアーズと共に1942年4月17日にイギリスに帰国すると裁判所に対して良心的兵役拒否を申し出た。私はあらゆる人間の中に神の心があることがあることを信じているので、 殺すことはできません。私は人生の全てを創造行為に捧げてきましたので、殺す行為に加担することはできません。ブリテン、デイビッド・マシューズ、中村・博子、コ、わけ、ベンジャミン・ブリテン、春秋社、2013年12月20日、ISBN 978から4から393935781、92ページより引用この申し出は、 最終的に1943年5月に認可され、ブリテンは同じく良心的兵役拒否者となったピアーズと共に戦意公用のための音楽家、美術会委員会のためのコンサートを行った。その一方で、ブリテンやピアーズの友人の中には従軍死大戦の犠牲となった者もいる。ロジャー・バーニー、デビッド・ギルは戦死し、マイケル・ハリディは従軍中に行方不明となった。 戦争レクイエムは、この3名と1959年に自殺した、ピアーズ・ガンカリーの思い出に捧げられ、スコアには4人の友人の名前が記されている。平和主義者のブリテンではあったが、第二次世界大戦を扱った作品は、決して多くない。第二次世界大戦が終結した1940年代後半には、戦争や暴力に反対する内容の大規模な、 合唱曲を構想するが、それらは身を結ばず、1955年には、イーディス・シットウェルの死による、ロンドン空襲を扱った、カンティクル第3番、なおも雨は降る作品55を作曲している。これはブリテンが、第二次世界大戦に直接言及した数少ない、作品の一つである。空襲で破壊された聖マイケル大聖堂を訪れた、チャーチル再建された、 大聖堂の内部1958年10月7日、ブリテンは第二次世界大戦で破壊された聖マイケル大聖堂の再建を祝う剣道式のための楽曲を移植され、このことが戦争レクイエムが生まれる直接のきっかけとなった。大聖堂があるコベントリーはイギリス中部のオリックシャー州にある工業都市で、 第二次世界大戦中の1940年11月14日に、ドイツ空軍の激しい空襲を受けた。死のシンボルであった大聖堂もこの時に破壊されたが、戦後、建築家バジル、スペンスの設計による、現代的な、新しい大聖堂が破壊された聖堂の廃墟に、隣接して建てられることとなり、彫刻家、ジェイコブ・エプスタイン、カカのグレアム・サザーランド、ジョン・パイパー、 エリザベス・フリンクなど多くの芸術家がこの再建に関わった。ブリテンへの作曲の移植は剣道式ために組織された式典芸術委員会から行われたが英国王室学長であったアーサー・ブリスを差し置いてブリテンが起用されたことは当時のイギリス楽団では意外性をもって受け止められた。剣道式の音楽については30分から40分の 堅固な作品で、歌詞は、神聖なものか、世俗的なものか、どちらでも良いという条件があるだけで、内容は作曲者に一任されていた。指揮者であり、ブリテンに関する著作がある、ポール・ギルデアは、移植を受ける、数年前からブリテンが構想を進めていた、20世紀のヨーロッパでの出来事のためのミサ曲が、 戦争レクイエムにつながり、ミサの天霊文とェンの死を並列させる計画も、すでに考えられていたとしている。なお、ブリテンは、移植を受けた1958年の作品、ノクターン作品66の第6章、彼女は穏やかに最後の吐息をついて眠るで、ェンの死に曲付けし、同年7月16日に放送された、BBC の番組。 私の選んだ詩と曲でも、オーウェンの奇妙な出会いを取り上げ、これに曲をつけている。ブリテンは、早くから、イギリスの詩に親しむとともに、詩を使った音楽表現の可能性を追求して、実験を重ねてきており、天霊文とオーウェンの詩を組み合わせるという試みは、そうした実験の積み重ねの上にあったと言える。ブリテンは、作曲にあたり、投資ともに、 ブリテンのパートナーであったテノールのピーター・ピアーズ、かねてから信仰があった、ドイツのバリトン、ディートリー・ヒ・フィッシャー・ディスカウ、ソ連のソプラノ、ガリーナ・ビシネフスカヤの3名が、独唱者として歌うことを念頭に置いていた。第2次世界大戦におけるヨーロッパでの中心的、交戦国であり、いずれも甚大な被害を受けた、イギリス・ドイツ・ソ連の演奏家が、同じステージで歌うことにより、 作品の内容だけでなく演奏行為それ自体にも戦争からの和解というメッセージ性を持たせようとしたのである。まだ作曲の途上にあった1961年2月16日には早くもフィッシャーディースカウに手紙を送り作曲中の作品の趣旨を説明するとともに初演への出演を依頼し3月1日には快拓を得ている。この手紙の中で 作品は年内には完成すると予告していた通り、同年12月20日に、オールドバラの自宅で、スコアが完成した。なお、作曲の移植を受けてから作品が完成するまでの、約3年間には、ミサブレビス作品63、歌劇、真夏の夜の夢作品64や、ビシュネフスカヤの夫であるソ連のチェロ奏者、ムスティスラフ・ロストロポービチのための、 チェロ・ソナタ作品65などの作品が手掛けられている。一方、ブリテンが手掛ける、剣道式の作品については、その構想の一部がすでに世間に知れ渡っていたが、祝賀の式典に、レクイエムが使われることをはじめとして、第二次世界大戦で破壊された、大聖堂の剣道式に第一次世界大戦中に、書かれた、応援の詩が使われること、さらには、 大聖堂を破壊した党のドイツから独唱者が参加する予定であることに対し、人々は懸念を抱いた。ビシネフスカヤとロストロポービチ初演に向けての大きな問題点は、ビシネフスカヤの出演が確定していないことであった。すでに1961年の夏、オールドバラ音楽祭にビシネフスカヤが出演した際、ブリテンは彼女に、 戦争レクイエムへの出演を直接依頼し、快諾を得ていたが、ソ連当局が、出演許可を与えていなかったのである。ブリテンはソ連文化省に手紙を送り、ビシネフスカヤも文化省のエカチェリーナフルセワーに、自家判を行ったが、ソ連当局は、出演を拒み続けていた。戦争レクイエムが完成した1961年と、いえば、 ベルリンの壁の建設やアメリカとキューバの断交など、冷戦に伴う緊張が高まっていた時期ではあったが、東西の文化的な交流が途絶えていたわけではなく、まさに、戦争レクイエムの初演が行われる。直前の1962年5月、ビシネフスカヤは、ロイヤルオペラハウスでの、アイーダ公演のため、イギリスを訪れていたのである。 ソ連当局の許可さえ得られれば彼女はそのままイギリスに残って戦争レクイエムに出演できるはずであり、ブリテンやロストロポービチは間際まで粘り強く交渉を行った。しかしその努力も虚しく、アイーダ公演の最終日、ビシネフスカヤに帰国命令が下された。ビシネフスカヤの代役はイギリスのソプラの歌手、ヘザー・ハーパーが務めることとなった。 ブリテンはあらかじめ、ビシネフスカヤが出演できなかった場合に備え、ハーパーに準備するよう依頼していたのである。とはいえ、代役が正式に決まったのは、本番直前であり、ハーパーはわずか10日間の猶予期間で本番に、臨まなければならなかった。1962年5月30日、コベントリーの聖マイケル教会における初演は、ピアーズ・フィッシャー・ディスカウ。 ハーパーの三名の独唱者、メレディス・レービス式による、バーミンガム思考協楽団、コベントリー祝祭合唱団、レミントンとストラットフォードのホーリー・トリニティ教会児童、合唱団、ブリテン自身の式による、メロス・ワンサンブルによって行われた。この時の演奏では、第二章、ディエス・ウィレの途中でファンファーレを担当する、金管楽器奏者が出るタイミングを完全に見失って、 しまうなどのミスがあり、ブリテンはその出来栄えに満足しなかったが、聴衆には、好意的に受け止められた。出演者のフィッシャー・ディスカウもフィナーレの部分では、戦死した友人や戦争にまつわる、様々な思いが巨来し、涙ぐみながら歌ったという。初演当日の演奏は BBC が、モノラル録音しており、ブリテンの生誕100年にあたる2013年に、イギリスのテスタメント社が、 CD 化している。トミートリー・ショスタコービチ、戦争レクイエムによって、ブリテンの作曲家としての名声は頂点に達した。音楽評論家のウィリアム・マンは、初演に先立って、タイムズが見に、ブリテンの傑作が戦争を告発するという記事を、匿名で発表し、この作品だけが、人間の中に目を覚ますや蛮さを告発し、生きとし生けるものの魂を揺り動かすことができる。 とかき、初演後も、ブリテンが、今までに、我々に与えてくれた最高傑作と高く評価した。音楽学者のピーター・エバンズは、戦争レクイエムが呼び起こした音楽的感銘の、大きさは、新曲の初演を聞いた、近年のどの記憶をも凌駕している。とかき、脚本家のピーター・シェーファーは、雑誌、タイムタイドで、 かつて我が国で作曲された宗教曲の中で最も壮朝かつ感動的な作品であり20世紀に作られた最も偉大な音楽作品の一つであると信ずると称賛したこの曲を高く評価したのは一部の専門家にとどまらなかった講述するように初演の翌年に発売された自作自演の LP レコードは現代の作曲家の作品としては 異例の売れ行きを記録し今日では全世界において戦争レクイエムは名曲であるとみなされている一方ブリテンと信仰が深かったソ連のドミートリーショスタコービチは1963年の夏にブリテンから送られた楽譜と録音により戦争レクイエムを知り人間精神の偉大な作品の一つであると感嘆したが 他の作曲家による死を扱った作品と同様、最後は浄化されるような雰囲気で美しく終わってしまうことには納得がいかなかった。ショスタコービィチが1969年に作曲した公共曲第14番は彼の死は誰にでも訪れるものであり、鑑賞を交えないで描かれるべきという考えを具現化したものであり、作品はブリテンに検定された。 これは、戦争レクイエムに対する回答でもあり、ショスタコービチは作品を通してブリテンとの対話を試みたのである。1962年5月のコベントリーでの初演の、あと、戦争レクイエムは、同年12月6日に、ウェストミンスター大聖堂で再演され、その後2から3年のうちに、イギリス国内の主要都市のほとんどで演奏されるようになった。また、 イギリス国外では、初演から約半年後の1962年11月18日に、西ドイツで初演されたのをはじめとして、1963年7月には、アメリカ及び、南半球発となるニュージーランドで、1964年1月には、オランダで、1965年には2月13日に、東ドイツ初演が行われた、直後の2月22日に、 日本書演が行われている。なお、日本書演は、東京文化会館において、デイビッド・ウィルコックスの式、読売日本交響楽団その他によって演奏された。戦争レクイエムは、作品の性格上、平和を記念する行事などに合わせて演奏されることも、ある。上記の西ドイツ書演は、ベルリンでの第一次世界大戦の終結記念日に、東ドイツ書演は、 ドレスン爆撃の20周年に合わせて行われており、イギリスでは1964年に、オットー・ボイレンでの英読首脳会談に合わせて演奏されている。日本では、原爆投下の40周年にあたる1985年に、小沢誠司が広島で演奏しているほか、東京大空襲で被害が大きかった東京都、墨田区においては、1997年に墨田。 トリフォニーホールの落とし公園で、ムスティスラフ・ロストロポービチ式、新日本フィルハーモニー交響楽団による演奏が行われ、その後も2008年3月23日に、墨田平和記念コンサートで、クリスティアン・アルミンクの式により取り上げられている。このように、戦争レクイエムは演奏する場所や日時にも大きな意味を持つ、社会性の大きい作品としても認知されている。 ガリーナ・ビシネフスカや1962年1月、まだ初演前の戦争レクイエムの思考をブリテンから見せられたデッカレコードのプロデューサー、ジョン・カルショーは作品の素晴らしさに気づき、直ちにレコード化を思い立った。デッカの重役は、レコーディングにかかる経費を抑えるため初演をライブ録音することを提案したが、 カルショーは大聖堂での演奏が響きすぎることなどを理由に初演を録音することには反対し彼の主張通り日を改めてセッション録音が行われることとなったただしブリテンの体調が良くなかったこともあって録音の計画は延期を重ね初演の翌年にずれ込んだ1963年の1月3日から5日7日8日10日の6日間に 渡って、ロンドンのキングズウェイホールでデッカにより、レコーディングが行われた。オーケストラは、バーミンダム市公共楽団から、ロンドン公共楽団に変わり、指揮はブリテンが一人で行った。テノールとバリトンの独唱者は、初演に引き続き、ピアーズとフィッシャー・ディスカウが務め、今回は、ビシネフスカヤの参加が可能となったため、ようやくブリテンが構想した理想的な独唱者が、 一同に会することとなった。なお、当時フィッシャー・ディースカウは、デッカと契約関係になかったため出演交渉には、困難が予想されたが、カルショーに頼まれたブリテンが、フィッシャー・ディースカウに電話をかけ、フィッシャー・ディースカウは、当時の契約会社に交渉し、デッカの録音に自分が参加することを認めさせた。カルショーはブリテンが意図した音楽の遠近感を出すため、 混声合唱とソプラノ読唱はオーケストラ広報のバルコニーに配置してマイクを置き男性読唱と室内オーケストラは指揮者の広報に自動合唱はバルコニーの角にマイクをつけずに配置するなどセッティングを重視してレコーディングを行ったただしこの独特なセッティングは思わぬトラブルも招えた初めて参加したビシュネフスカヤが ソリストのうち自分だけ立ち位置が違っていることを差別だと誤解して激しく取り乱し初日の録音はビシネ二日や抜きで行わざるを得なかったのである。なお、その後ビシネ二日やの誤解は解け二日目からは何事もなかったようにレコーディングに参加した。完成した自作自演のレコードは発売から一年で20万枚というクラシック音楽としては 異例の売り上げを記録し、第6回グラミー賞において、クラシカルアルバムオブザイヤー、最優秀合唱パフォーマンス賞、最優秀クラシックコンテンポラリー、作曲賞の3賞に輝き、日本においても音楽の友も者の第1回レコードアカデミー大賞を受賞している。なお、レコーディングの際、カル賞はブリテンに無断でリハーサルの様子を隠し撮りしていた。 16時間に及ぶテープから50分に編集して作られた特製レコードは同年11月にブリテン50歳の誕生日を祝って贈呈されたがブリテンはこのサプライズを喜ばず特製レコードはその後封印されてしまったこの音源は1999年に再発売された自作自演の CD に付けられブリテンが自作をリハーサルする様子が 一般にも知られるようになった。そこでは、ユーモアを交えながらも、ヒステリーを起こすように、もっと背筋が寒くなるようになど、言葉巧みに自作のイメージを伝えようとするブリテンの仕事ぶりが記録されている。ええ、音と、歯音の像4度の不安定な響きと、とぶらいの鐘の音が特徴的であり、ラテン語の永遠の安息という歌詞とは裏腹に不安をかき立てる。 音楽になっている。途中からテノール読賞が、応援の詩、戦士の宿命にある、若者たちへの成果を歌うが、家畜のように死んでゆく若者たちに、何の金があろうか。ただ恐ろしい大砲の怒りの炸裂があるだけだ。に始まる歌詞は、天霊文への抗議の言葉となっている。最後は、ええ、音と、葉音の金が鳴り、ラテン語の、主よ、哀れみたまえ による短い結尾部分となり、最後はえ、蝶々の手話音で閉じられる。なお、この結尾の音楽は歌詞を変えて、第2章と第6章の最後にも付けられる。約25分を要する長い楽章である。最後の審判を歌う、ラテン語の天霊文に、応援の詩が4編挿入され、形式的に複雑な構成になっている。冒頭に、金冠軍が奏でるファンファーレは、 最後の審判を告げるラッパと軍隊のラッパの二つのイメージが重ねられており、この後に何度も登場する重要なモチーフである。4分の7拍子で歌われる、怒りの日の旋律は、グレゴリオ聖歌、怒りの日には基づいていないが、使っている、音の構成や音域にはやや類似している点がある。ラッパの動機と、怒りの日の旋律が、交互に演奏されながら盛り上がり、 気になるラッパの部分では同時に演奏される。その後、次第に音楽は収まり、ラッパの動機が木管楽器に移ると、応援の死の断片、だが私は構成を見つめていたがバリトン独唱によって歌われる。ここで描かれるのは、川岸にある、夜営地の夜の情景、小刀ラッパが響く中で明日への不安を抱きつつ眠る、少年兵の姿である。 歌い出しの歌詞である、ラッパが歌ったは、ラッパの動機と同じく上行をする分散和音で歌われる。音楽が一旦収まると、ソプラノ独唱が初めて登場し、合唱と共に、ラテン語で世を裁くために記された記録が差し出されと歌う。続く応援の詩、次の戦争では、テノール独唱とバリトン独唱が、戦場では、俺たちは、 全く親しげに死に向かって歩いていった。と、戦場で日常茶飯事であった死を楽しげに歌う。次の、慈しみ深いイエスよ、思い出した前は、女性合唱のみで歌われ、テンポが速くなる、呪われ死、者ともを抜死からは、男性合唱に交代し、そのまま応援の死、ソネット我らの大砲の一つが使用されているのを、見てにつながる。 室内オーケストラのティンパニによる五連符を伴ってバリトン独唱が F で歌いその合いの手としてオーケストラのトランペットがラッパの動機を奏でる神がお前を呪いたまいと激しく歌われるフレーズの頂点でラッパの動機がオーケストラのティンパニバスドラムピアノのクレッシェンドを伴って盛り上がり怒りの日の再現になだれ込むこの後は次第にテンポを落とし 合唱を従えたソプラノ読唱による涙の日に続く。ゆっくりとした美しい音楽だが、4分の7拍子のリズムが怒りの日から続いている。続けて、応援の詩、虚しさがテノール読唱によってレチタティーボ風に歌われる。フランスの冬の戦場で、戦友の遺体を前に、太陽の光がもはや彼を目覚めさせることがないことを嘆く。 ここに、涙の日の音楽がオーバーラップし、こんなことになるために土くれは大きくなったというのか。と、涙にくれる、その日こそ、灰の中より蘇る人が、交互に歌われ、聞く者の,の心を打つ。第一章の末尾と同様に、無伴奏の合唱が、慈悲深きイエス、主よ、彼らに、平安を与えた前。と歌い、静かに、怒りの火を締めくくる。 創世紀のアブラハムと遺作の逸話にちなんでおり、応援の詩は天霊文に対する辛辣なアイロニーとなっている。オルガンを伴う児童合唱による導入部に続き、主部では合唱が、主がその昔、アブラハムとその子孫とに約束したモータを伝統的な作法通り風画により歌う。引き続きテノール独唱とバリトン独唱により、応援の詩、 老人と赤者の偶話が歌われる。我が子を殺して、生贄にするよう神に命じられたアブラハムは、イサクを縛り付け殺そうとするが、アブラハムの強い信仰を見届けた神は天使を、使わして、殺害をやめさせようとする。ここまでは、創世記と同じであるが、応援の死では、天使の勧告にもかかわらず、アブラハムはイサクを殺してしまう。 テノール読唱とバリトン読唱が言うならば、ヨーロッパの子孫の仲間を、一人ずつのフレーズを、休止を挟みながら繰り返す背後では、自動合唱が静かに、主よ、称賛の生贄と祈りを捧げたてつると歌うが、この部分の自動合唱は、読唱よりも遅いテンポで演奏され、まるで違った次元から響くように聞こえる。その後、風画の再現となるが、終始、 ピアニッシュも以下のデューナーミクで演奏され、最後は消えるように終わる。なお、天使がアブラハムを止めようとする場面の音楽は、自作のカンティクル第2番、アブラハムと遺作作品51の冒頭部を引用している。大きく二つに区分される。前半は、ガムランを思わせる、金属打楽器のトレモロに乗ったソプラノ読唱に始まる。なお、トレモロの音は、最初が、 栄誉と、次が、葉音である。輝かしいファンファーレを伴った壮大な、糸、高き点に、ホザンナが合唱によって歌われ、その中間部には、ソプラノ読唱と合唱による、ベネディクトゥスが置かれている。後半は、バリトン読唱による応援の詩、最後が、神を称える、輝かしい前半と対象をなすように置かれる。この詩の、 生はこれらの死んだ体をよみがえらせてくれるのだろうか。本当に、すべての死を取り消し、すべての涙を沈めてくれるのだろうか。という問いかけの言葉は、応援の墓碑鳴にも使われている。16分の5拍子の静かな音楽であり、6つの、学章中で最も短い。この学章では、応援の死が中心であり、その合間に、ラテン語の天霊文が歌われる構成となっている。 弦楽器による短い前奏があり、テノール独唱が、王イの、アンクル川近くのキリストの十字画像のあるところでを、歌い、混声合唱が、神の子羊、世の罪を除きたまう、おもよ、彼らに、永遠の安息を与えたまえ、と、天霊文による愛の手を入れる。なお、この楽唱の混声合唱は座って、歌うよう指示されている。王栄の死の最後の一節。 法学者たちは、すべての国民たちに口やかましく言い、国家に対する忠誠を押し付けるが、大いなる愛を愛する、者たちは、自らの命を投げ出すが、憎むことはないのだ。の部分では、抗議するように音楽が高まり、国家に対する忠誠を押し付けるという言葉が、F で歌われるが、諦めたように音楽が収まる。続けて、テノール読書が、英語でなく、ラテン語で、 彼らに平和を与えた前と歌い静かに終わる。全曲のクライマックスが置かれており、三つの部分に区分される。第一の部分は打楽器の早々行進曲風のリズムに乗り、亡者が地獄で呟くように、我を解き放ちた前と合唱が歌う。音楽は不協和音や半音階を使いながら、次第に緊張感を高めていく。途中からは、ソプラノ読書も加わり、 やがて、怒りの火が再現され、オーケストラと合唱が FFF で爆発する。これが静まると、応援の詩集の最初に収められている、作品、奇妙な出会いによる、第二の部分となる。戦死したイギリス兵が地獄で、ドイツ兵と出会って、言葉を交わすという内容であり、室内オーケストラの伴奏にはピアニッシモに加え、冷たくの指示がある。静寂の中、 イギリス兵、ドイツ兵がレチタティーボ風に歌う。ドイツ兵は、生前の希望と戦争の悲哀を歌った後、私は、君が殺した敵だよ。と明かし、さあ、一緒に眠ろうじゃないかと語りかける。最後の語りかけからが、第三の部分であり、テノール読唱とバリトン読唱が、レッドアススリープナウを繰り返す中、オルガンを伴った、児童合唱による、楽園にて、 の天霊文、天使が何時らを天国に導きが重なり、ソプラノ読唱や、混声合唱、オーケストラも次々と加わって豊かな響きとなる。英語のテクストとラテン語のテクストが同時が歌われ、演奏者の音楽が一つに融和する、この曲の最も感動的な場面である。やがて、え音と、ハオトによる人混の鐘が回帰し、無伴奏合唱のアーメンにより、 静かに曲は閉じられる。ありがとうございます。